小屋健太の徳島お笑い生活。はい、ということで始まりました小屋健太の徳島笑い生活ということで、この番組は徳島のことを YouTube にたくさん載せている芸人小屋健太がお届けします。 B ジャンプサンセット小屋健太の徳島笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りをしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思っておりますので、陽気の皆さんよろしくお願いします。さあさあ、今日はミキサーは瀬戸さんにお願いしてます。よろしくどうぞ。はい、よろしくお願いします。はいはい。そしてこの番組はパソコンやスマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 BFM791FM ビザンホームページのトップにリッスンラジオというところがありますので、そちらをクリックしてください。スマートフォンやタブレットの方はリッスンラジオのアプリをダウンロードして、中国四国エリアから BFM791FM ビザンを選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができます。ぜひお試しください。ということで、今日が4月13日ですね。瀬戸さん、ちょっとマイク入れて。はい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 。どうしましたか？緊張してる瀬戸さんちょっともう私が喋る時間もったいないので、いやちょっと今日はね、はい、ほんまに、スペシャルな、ゲストの方が来てくれてます。もうオープニングの50回転ずももう聞こえんかった僕は今日は、ちょっと早速紹介させていただいていいですか、はい、ガガガスペシャルの小ザック前田さんと山本さとしさんです。お願いします。お願いします。やばお願いします。やばいやばい、大変や。ガガガスペシャル小ザック前田や小ザック前田とガタ山本やガタ山本ガタ山本久々に言われました。もうで名義が変わりましたから、いや名義が変わっても何もドラムの田島さんに名前がかっこ悪いからやめてくれって言われて却下されたな。鬼味噌田島屋に言われたわけですよ。鬼味噌田島屋もどうなんかないう話もありますけどいや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 、そもそも、はい、ちょっとガガガスペシャルからお二人が来てくれたということで、はいはい、これはね、徳島で僕が芸人やってて、はい、もう適当に30分喋るだけの、はい、ほんまによう出てくれたなといういえいえ、これゲストって結構来はるんですか？いや、今まで来たのがポールダンサーぐらい。ポールダンサーまあまあまあポールダンサーみたいなバンドなんでそうそうだね。そうですそうです。よう動いてはおるけど、そうです、賑やかにするみたいな。そうそう、ほとんどゲストもあんまないですよね。今までデザイナーの方とか、まあ、地元でなんかされてる人がちょこチョコぐらい。あ、そうなんですね。で、あとアイアムアイは来ました。アイアムアイ仲いいですよね。そう、一回レコーディングにも入ってるんですよ。メテオ。あ、メテさん入ってるんですか？そうそうそう。来てもらってなんかちょっと歌、ホイホイ行進曲っていう。あ、はい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 。サビを歌ってもらったんですけど。メテさん、そう、俺に隠してんな。びっくり、そう。もう聞いたことないぐらい音痴でそうなんですよ。音楽に携わってるとは思われへんぐらい。ホンダ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 ラッタホイっていう歌詞なんですけど、ホンダ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 ラッタホイいやあの人はちょっとメロディーもなかったっていう。ラジオだって出てくれた時もラジオなのに立ち上がって暴れてどっか行ってね。あ、そうなん。もう聞いてる人意味わかんない。あ、ダメな人やったんです、ね。そう、ダメな人なんです。レコーディング中もそのレコーディングエンジニアも座ってんのに膝から崩れ落ちるぐらい悪い。こんな下手なことないやろ。いやすごいな。やっぱ僕もだからそのもう同世代でガガガスペシャルが僕の人生をちょっと狂わしたというか。もうなんかちょっといいっすか、ごめんなさい、もうちょっとただのファン会ですよ僕。いやほんま僕小学校今32なんですけど、はい、小学校の時音楽をなんかモーニング娘。ぐらいしか聞いたことがなくて、全然なんかあんま分かれへんみたいな、はいはい、ほんで小5か小6ぐらいの時に友達とツタヤに行って、うん、なんか知らん CD1 枚借りてみようってなったんですよ、うん、でガガガスペシャルっていう名前を見て、なやこれと、うん、はい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 、国道2号線、あ、こんなんあるんや、はいはい、ちょっとこれ借りてみようか、からです。もうそこでジャケっすね。もうごまきの束のようなやつをもうとか箱に入れて写真をもうそっからもうハマって、へえ、もうずっとこれ蔦屋に返したくないってなって、その借りた CD もちょっともうじゃあ自分で全部買っていこうと思って、うん、で
小5から今の今までずっと聞き続けてる、そんな人らが前におるんですよ。おかしい状況なんです。ありがとうございます。早いですね。大体のちょっとうちを好きなって言ったらもうちょっと上の世代の人がね、そうですよね、多い感じがある。でもそれをその一緒に伝えに行った友達と小学校のみんなに言いふらしたら、もう僕の学年みんなこの男ばっかりです。女一人もハマらなかったですから。そうですよね。ね、汚い、うん、モテてない男だけがハマるみたいなことになって、むっちゃええやんけ。お、なんか線香花火っていう CD あるぞとか、おーおー、京子ちゃんって知っとるかみたいになって、そっから来てるんで。へえ。ほんまごめんなさい、ただのミーハーで、ほんまに。すごいね、学校ですごい権力持ってはったんですね、じゃあ。いやいや、まあ普及率が高い。いや、もうそのすごいです、ね、一部の男子ですけど、はいはいはい、そのしょうもない音楽聴いてるやつらはもう虫で。もうそっからだからもうずっと。へえ。それこそね、この間徳島であの数神中さん主催の、ね、はい、徳島ジッターバグ、はいはい、ジッターバグ、はい、だから僕あれトップバッターだったじゃないですか、2日目のトップバッターガガガスペシャル、うん、で、はい、もう僕アイアマイさんと一緒にいて、その時、はいはいはい、そのもう見ててもう3人とも、ね、爆泣きしとったんですわ、そのうわー言うて国道2号線のあの最初のやつやって、いい今おーってなったやつ、その都市バレンデみたいな前田さんが、はいはい、言って、はいはい、うわーとか言うてて、もう泣き疲れてクリープハイプ全部寝てもったんですクリープハイプ一個も見れんかった、それぐらいの。あの日もね、あの僕らトップバッターで出て、うん、その後ずっといたんですけど、近寄ってきたユタ州しかいなかったユタ州はね、あの別のステージでやってましたね。そうですね、やってました、ユタ州。それやっただからもう、はい、いやもう見かけたんですよ、その裏というか、あの楽屋みたいな、はいはいはい、声かけられへん。いや、声かけてくれたらよ、うん、よかったですよ。だからもうこそこそアイアンマイと。そうなんですか。もうだってもう僕らあれですよ、ユタ州と喋り疲れてましたもうでもこいつらと喋ること何もないんちゃうから。あの日ね、ちょうどね、はいはい、オリックスが日本一決めた日やったんですよ。あ、そうですね、そうそう、それで、はいはい、あの数神中のアンコールでみんな、うん、はいはいはい、全員出演者が出るっていうシーンがあったり、最後のね、はい、ありましたね。あの時も実は携帯チラチラって、うわうわ好きすぎてうちの桑原さんもねすごい好きで、二人でずっと見てて、はいはい、ずっと気になって、でなんかあの最後大団円みたいになったじゃないですか、はいはい、そうありましたね、ライブ時代で、まあはい、あの楽屋でなんかちょっと乾杯やりましょうみたいな、うん、乾杯やってて、なんかもうそうそうたるメンツが乾杯やってる、はい、バーってやってたんですよ。で、はい、まあみんなめいめい割と話せるやつらとこう喋ってたんですけど、うん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 、桑原さんだけ楽屋の隅っこでご飯食べてたんです旦那よ僕それ写メ撮ってね、その後スタッフにこれはダメやと思いますって LINE しましたから表に出てる人間の暗さやないですよすぐやめた方がいいんちゃうかないや、すごかった。そのイベント自体ももうめちゃくちゃ盛り上がってて、うん、いやだから僕そのガガガスペシャルが好きすぎてっていうことでここまで来てるんで、ちょっと今何分経ってるかもあんま分かってない。8分、はい、ちょっとほんで今回来てもらったにはちょっと理由があって、あのね、はい、DVD とツアーが発売とあるということなんですけど、はい、ちょっとどんなもんか説明をしていただきたいなと思ってまして。そうですね、はい、まあ、25周年やったんですよ昨年から、はい、まあ、昨年というか一昨年の12月8日っていうのが結成日なんで、はいはい、その一昨年の12月8日から今年、去年の12月8日までが25周年ってことやったんですけど、うんうんうん、その25周年でいろいろツアーを30カ所ぐらい回りまして、うんうんうん、その中でナンバーハッチっていう、まあ、大きな会場があるんですけど、はい、そこでワンマンライブっていうのを僕ら初めてですね、うん、山下さんね、はい、うん、させてもらったんですけど、うんうん、その、まあ、ライブを中心とした、うん、DVD というふうに4枚組になっております。4枚組ってすごいですね、はいはい、DVD4 枚ってわけではないんですかね。あ、そうですね、ではないですね、はい、映像と、うん、映像と、音源というか、そうですね、そのナンバー8のライブ音源、うんうんうん、うん、はい、うわっこれ渋いな曲リストうわ自衛隊に入ろうとか入ってるやんそうなんです、入ってるんです。いいですね。あとはね、はい、他の場所、うんうんうん、のそうそう、大阪ミューズも入ってますよ、うんうん、大阪ミューズの、はい、あ、もう詰まりまくった、はい、そうなんですよ、やつがあると、うん、うわすげえな。ちょっと瀬戸さん喋ってくれ、もう俺テンション上がってもてるわ。小屋くんライブの思い出とかないんですか。いや、ライブの思い出それこそ4年前ぐらいですかね、
重曹、ファンダゴっていうか、もう場所はねあれですけど、はいはいはい、でその初期曲ツアーみたいなやりましたよね、はい、僕行かしてもろて、はい、ほんでやっぱもうそなんちゅうんでしょう、懐かしい曲みたいなのをいっぱい組み込んでくれてるやつやって、僕それに行ってそのねイケメン殺しって書いた T シャツあるんですよ、グッズそれ着て、うんはい、でも一人で行ってわーきゃーなっちゃって、もう泣いて、ほんでほの後もうフラフラなっちゃって外出て、でわっけのわからん、もう良すぎて財布もあるやわからんみたいな、テンション上がりすぎてとりあえずちょっとこれはまともを保たないかんと思って、あの金属バットっていう先輩がいて、はい、の友康さんっていう人に電話してちょっとお菓子なっとるから飲ましてくれとでここであの落ち着きやって言うて初めてあのこの綿っていう食べ物食べましたねこれがあの思い出いやだからすごいんですよ、もう憧れ、だって前田さんなんかほんま青春をねこうこねて人の形にしたみたいなことやからほんまにもうだからもういろいろ僕の思い出に全部重なってきたんですね。中学で好きな子できた時もその告白を聞いてから何回も聞いてから行くみたいなんとか、はいはいはい、もう曲行くもうね喋られへん僕なんで今日ちょっとほんまいろいろ迷ったんですけど、初めて聞いた曲を流させてもらおうかなと、うん、えじゃあちょっと紹介どうしましょう、せっかくなんでお二人にねあのガガガスペシャルで国道に5000って言ってもらっていいですか、ちょっと今度は曲流れるんでなんか僕が選んだんじゃないのにそう僕が選んだんですけど完全にちょっといいですか、はい、じゃあ聞いてください、はい、ガガガスペシャルで国道2号線。
君を幸せに二号線の道のりのように長い人生を逃げは思い出に別れを捨てることはないと僕は思うわけで、その中で僕は自分のしてきたことやってきたことを常に笑って生きてるような、そんな人生を僕は一生過ごしていきたいね。いやー、ということで後半でございますけど、ほんまやったらね、この番組いつも、お便りとか、大喜利のコーナーみたいなのもあるんですけど、はい、今日は僕がもうお便りの代わりというかずっと喋ってることでもうテンション上がってもってるんですけど、どうですか徳島自体は、はい、お二人は結構来られますか？かなり昔から要そのジッターバグっていうイベント、そうですね、そのジッターバグ時代から行ってましたからね、うん、そうですよね、ちょこちょこと、うん、何回かこっそりこう行って後ろの方で見てみたいなやってたんで、ジッターバグ時代でしたかね、通信中とデオタンももう何年ぐらいの付き合いですか通信中さんと。いやどうやろう、ジッターバグ時代かな、ジッターバグ時代やって、あ違うんですかね、名前変わってからなんですかね、わかんないですね。わからへんね。わかんないですけど。あ、もうそれぐらいでも。はいはいはい。うん、前から。なんか前作に乗っかったら感電するのはジッターバグ時代でした。あ、ジッターバグです。の時代ですよね。いやあれをグランドハウスじゃないの？今のグラインドハウスっていうに、はい、名前が変わって。場所と名前と。はいはいはい。いやそう、ジッターバグだから昔。うん、違う場所になったんよ。そうです。今そうでした。ちょっと南の方というか、ね、ちょっと離れた変なところにあったんです。そう変わりましたっけ。でもそこからもその前もあったんですよね。そうなんですよ。徳島も結構ライブハウスがこう。うん、え、それ僕全部言ってるんですか。言ってるよ。あ、そうなんですか。記憶がない。まだメンバーになる前の話から。いや言ってるって。言ってるんです、ね。だから店長もあの内藤さんじゃなかった。あ、そうなんですか。うん、そう僕言ってるんですよ。言ってる。内藤さんってね、あの知らん人おったあれですけど、徳島で一番なんか捨て頃強そうな見た目の人です。捨て頃。どつき合いになったら絶対勝てんみたいな見た目の人ですけど。喧嘩強い、眉毛してますよ、ね。眉毛が強いですよ。すごいですね。髪剃りみたいな眉毛。うん、痛み感じん人の眉毛で。ちょっと内藤さんの眉毛の話はこんなもったいないのよ。30分で内藤さんの眉毛は。だってそれこそ今日お二人とスタッフさんとか一緒に来られて、山本さんが最初に見たんが、僕今今日マネージャーがこれ外に来てるんですけど、マネージャーももう好きでミーハーで来てもてガガガ見たいとか言い出して来てもて、ほんでね、マネージャーの靴のでかさにひるんでましたもんね、山本さん32センチなんやこのでかい靴、びっくりした、ね、カナダの木こりぐらいのサイズいやほんまに32センチ32センチは言うてました、ね、じゃあ身長170ちょっとぐらいなんですけど、足32なんです。32です。すごいっすね、ジャイアントシューバーとかなんかそのなんやこの靴って見てましたねどんなでかいやつおんのや今日みたいなこんなんなるんちゃういやそうなんですよ、だからこんな普通の話できてんのがすごいことで、それこそ瀬戸さんもガガガはだって世代っちゃ世代ですもんね。そうですね、女性で聞いてるやつってなんか変なやつばっかですけどモテへんやつが聞くイメージなんですよ、やっぱずっと。まあそうですね、そうなんです、やっぱ片思いしてるやつというか、うん、それがうまくいけへんやつがなんか一番ハマるじゃないですか、うん、だからそれこそアイヤマアイさんと仲良くなったきっかけももうガガガスペシャルの話。あ、そうなんですね。あ、小焼けちゃんも好きなんやとか言ってくれて、小焼けちゃんもうとか言うなよと思って、その俺の方が絶対好きやでみたいなでもだから一緒にカラオケとか行って もうみんなでガガガをずっと歌ってる。へえ。あ、そうですか。照明とかね、渋い曲ばっかり一回ね、あの、はい、昔川崎のクラブチッタっていうでかいライブハウスで、はいはいはい、初めてそういうでかいところに出たんですよね、うん、イベントで、うんうん、それでまあその当時こう結構輝いてるバンドさんたちのところで、はい、僕ら人気ないところで、うん、あの真ん中くらいに出してもらったんですよね、特別に、はい、で出した時に山本ちゃんが、はい、今日は照明やらなあかんでしょ
いや、そうなんですか。若いキッズしかいないんですよ。先生で、いや、もう、こういうとこやって、違い見せていかなあかんと。かなあかんと。俺らはちゃうぞと。一線を隠しとると。そう、一線を隠してるって。はいはいはい、で、やったら、はいはいはい、もう、ものの見事にタックに、もう、ぴったりとも動かず。だって、冒頭が、暗い路地が見えるっていうから始まる。むちゃ子供泣くでしょあれ。おどろおどろしいです。ヤンゴちゃんだけめっちゃ暴れとってね。あ、そうなんですか。照明で。あ、照明で。全然覚えてないです。照明で暴れるのおもろいな。照明で暴れてる。もうね、あの、暴れな存在価値なんかないですからね、僕なんかね。いや、だからその、僕はもともとその、ほんまにモームスとかしか知らんかったから、その、青春パンクとかフォークみたいな言葉が一切ピンときてなくて最初、うん、なんやこのジャンルってなって、そっからあ、じゃあガガガみたいな人他にもおるんかなって言って、もうそっちのばっか聞くようになって、なんでしかもね、これちょっといい、もう言うていいか、この後ちょっと YouTube もあの出ていただけるっていう、はい、ことになってて、はいはいはい、あのもうここで証拠取っとかなあかんな、あのちょっと僕家からその線香花火の CD 持ってきてるんですよ今日、はい、はいはいはい、でありがとうございます、ちょっとこれにサインを書いてほしいんです、書きますよ、書きますよ、書きます、いいんですか、それ何年前に買ったやつですか、これだって僕中1ぐらいちゃうかな、うわすごいな、だから、まあ、ほぼ20年ぐらい前に買って、はいはいはい、傷つけんようにと思ってなんかずっと聞いてたんですけど、1枚目もう聞きすぎて割れて、その大破して、はい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 、ケースごと、はいはい、なんかの時落としたかなんかして、で買い直したやつなんですよ当時。今時ね、バンドマンでも CD プレイヤー持ってないやつなんかいっぱいいますからね。いっぱいいますね。なんか僕そっちが好きなんですよ、うん、CD とかその DVD とかで、あ、物でも物で持っときたくて、うん、なんでもうずっと、ありがとうございます、うん、ほんまに今日もだからガガガの棚があるんですよ家に、そのガガガのもんだけを入れてる棚があるんですよ、おもったいないな場所で、こんなん言うとあれなんですけど、ツタヤでレンタルして返すん嫌になってずっと借りてて、ほんでなんか1万2000円ぐらい延滞料払ってもうくれって言って、なんかツタヤのおっさんに言うて俺売ってもらったやつがあるんですよ、レンタル専用ですとか書いてる、へ、うん、あれ何やった晩秋とかかな、コピーガードついてるやつとか、ついてるやつとか、もしかしたらツタヤのやつも返さんと家にあるぐらい好きで他のやつの家に生かしてたまるかというかそうなんですよ、だからもうね、まあ、まともな話できないですけど、これ時間大丈夫ですか、はい、22分経ちました、あ、ほなちょっともう一回あのこのお話しときたいですね、このツアーと DVD の話で、はいはい、これ DVD は3月末頃に、はい、そうですね、発売しました、すごいで 4枚組でね、そうなんです、はい、もうガガガを大満喫できる DVD でございますけど、はいはい、これ流れてんのが4月13なんで、もうツアーは始まってると思うんですけど、はいはい、これからでも間に合うというライブがあと3つぐらいありますね、そうですね、これどこでやるんですか、4月の30日に、はい、まあ、これ東京ですけど東京渋谷のチェルシーホテルっていうところで、うんうんうん、はい、ライブがありまして、はいはいはい、それ5月の7日の日曜日に、うん、愛知名古屋のハックフィンっていうハウスでツアーがあります、うんうんうん、はい、そしてまあここ徳島から近いっていうは近いのがこのツアーファイナルの5月21日の、うん、兵庫県の神戸のバリットというライブハウスでやるのがツアーファイナルになっておりますね、5月21ですね、はい、これ予約とかはどうしたらいいんですかね、そうですね、ピアとか、はいはい、E プラス、E プラスプレイガイドで、はい、あ、チケットを販売していると、そうですね、はい、ちょっとこれみんな行ってください、ほんまにちょっと今うまいこと言ってない男全意見マジで、これはもう一回全部出るから、その悪みたいなのがぜひぜひ、はい、よろしくお願いします、でこれちょっと、はい、今回徳島来てもらったんで最後ちょろっと徳島のもんぐらい紹介しておきたいなと思うんですけど、はい、なんかうまいもん食いましたか、まだ来たばっかやと思うんですけど、今日は何も食べてないです、ね、このままもうね、今日はもうこの FM ビザに直行したんで、もういきなりですよ、いきなりですね、はい、いきなり腹壊してませんでした前田さん、いや、あの普通にあのお少々の方です、あ、お少々の方大でもいいんですけど、まあ、お少々でなんか2分半ぐらいっていう絶妙にどっちかわからん時間やね長いしょんべん出てんないやもうね、どっちやろうと年取ってきたらキレ悪くなってくるんですよ、キレへんから最後がしつこいです、終わんないです、ポタポタ落ちる
シマランジャグジみたいな感じ。ピチョン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 。だから徳島なんかね、何がうまいですかね。これ県外から来られた方とかに言って何勧めます、いつも。みんなやっぱりラーメン食べて帰る。徳島のラーメン、うん、口合いますか、ね、食うたことあります、ね、割と好きです、うん、ちょっと甘い感じ、はいはい、うん、食べました。いやこんなあかんあかん、俺ちょっと普通の話しようとしてる。こんな食うて帰るなんかそんな。いや僕ね、こないだ行った居酒屋さんで、居酒屋さんの名前忘れたんですけど。何やったかな、徳島ですか、徳島 の、 その居酒屋さん、はいはいはい、行ったら、はい、もう僕より上の女性の方、50、60いかんかぐらいの女性の方で、すごいグラマラスな おかみさんが配膳してくれるんですけど、はい、めっちゃ胸元開いてたんですよ。グラマー居酒屋、そうそう、グラマー居酒屋、グラマー居酒屋あるんで、ぜひ探してみてください。めっちゃ気になる。めっちゃ気になった、グラマー居酒屋。ちょっといい匂いせんかった。ちょっといい匂いする。いい匂いもするんですね。いい匂いもします。もうちょっと目トロンとしてくるとか、そうそうそう、こっちも。そうです。ちょっと、おっぱい寄せてくる。いやそうです、そうです、あるあるんですよ。あ、もうちょっとわざとこう、そうそうそう、なんかね、あのすごいなんかピンク色のあの雰囲気のする女性です。うん、誰だそれ、どこやろね、徳島の。でも街中ですよね。まあすごい街中です。まあ飲み屋街とかがいろいろあるような、うん、そうそう、路面店です。ちょっと心当たりある巨乳の方はまた一報いただけるとお伝えしておきます。グラインドハウスの近くですね。なるほど、ね、はい、うん、あの辺りがまあ徳島ほんま唯一ぐらいの飲み屋街で、はい、ちょっと巨乳探すの裏でツアーやりましょうか、こっちはね。巨乳のええ匂いのがご飯運んできたらそこや。その後すぐあの通信中の安尾にあそこの奥さんの巨乳すごいぞっていう話をして、はい、もしかしたら覚えてるかもしれないです。なるほど、彼も巨乳すごいぞっていう話するってやっぱガガガスペシャルやな、なんかモテへんこと言うなずっと。いやすごいですね、すごい、ほんまに、すごい。いやこれ時間大丈夫ですか、はい、行けますか、大丈夫ですよ。あと何分ぐらい行けますか。あと2分ぐらいは行く。あ、ほなちょっとせっかくなんで、はい、あの徳島の方に最後メッセージぐらいなんか何でもいいんですけど、うん、ちょっとお二人にいただけると嬉しいなと思うんですけど、はい、そうですね、まあ、僕らあの住んでるのが神戸なので、はい、まあ、今日もね徳島1時間半かからず来れてるので、うんうん、車で、まあ、近いところでもありますし、まあ、僕らもまたライブしに行きたいと思いますので、はい、はい、またあのこの間ね、あのツアーで徳島来たんですけどね、うん、人生で最大限に喉の声が枯れてるライブだったんですよね。だからちょっと悔しかったんで、またリベンジしたいと思いますので、わ、また来てください、よろしくお願いします。おー、ありがたいですね。山本さん、はい、いけますか。あ、ね、はい、まあ、DVD 出したんですけども、はい、この DVD かなりあの出来がすごい自信のある内容になってますので、うんうん、皆さんぜひまた貸しとかでもいいんで借りたんを借りるみたいな、また貸しとかでとにかくいろいろ見てくれと、はい、見てほしいです。ありがとうございます。いやほんまね、ちょっと僕もどうやったらチキチキジョニーぐらい仲良くなれんかなってずっとオリックス一緒に見に行って見に行くところからですね。ちょっとまたほんま徳島でも僕ライブとかいろいろやってるんで、またちょっと機会があったら、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、させていただけたらなと思います。はい、ほなエンディングアイアマイなんですよこのラジオ。ほな、今日はですねスペシャルゲストガガガスペシャルから、小坂前田さんと山本聡さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。